ローバーはかつて存在したイギリスの自動車メーカー、自動車ブランドである。1901年にローバー社が自動車の生産を始めて以来、イギリスを代表する自動車会社、自動車ブランドとして存在していたが、2005年をもってその名前を冠する自動車会社や自動車モデルは消滅した。ローバーから派生したブランドとして、現在インドたた自動車傘下の ランドローバーがある。ジョン・ケンプ・スター・レイが、ウィリアム・サットンと1878年に創業した、スターリーサットン CO オブ・カブントリーが、ローバー社の前身である。同社は自転車を製作し、1885年には、ローバー安全型自転車を発売した。これは、前後のタイヤサイズが同じで、チェーンで後輪を駆動する。 今日の携帯に近い自転車であった。1890年代後半にはローバーサイクルカンパニーリミテッドとなり、1904年にはローバーカンパニーとしてエンジンを使用したオートバイを発売した。オートバイと自転車の生産は1925年まで行われた。1904年に誕生した最初のローバー製自動車は、 二人乗りオープンモデルのローバー8と呼ばれるモデルであった。経営者としてのスペンサー・ウィルクス、エンジニアとしてのモーリス・ウィルクスという二兄弟がいた。良好な品質によって市場に受け入れられ、アッパーミドル層向けの中型サルーンを中心に生産していたが、機械メーカーの常として、航空機エンジンや戦車などの軍事メーカーとしても発展した。 ガスタービンエンジン車の開発も試みられたが、実用化はされなかった。第二次世界大戦後の1947年には、大戦中に活躍したジープの有用性に感化され、四輪、駆動多用途車のランドローバーを開発、発売し、新たな市場を開拓した。乗用車では、P4 や P5 などが発売され、これらのモデルは、英国王室メンバーの使用者や、 英国政府の閣僚、高級官僚の公用車としても用いられた。それらのローバー製乗用車は高品質であり、格式も高かった。極めて保守的な設計を施行していた中、1964年には革新的メカニズムを採用した P6 が第1回のヨーロッパカーオブザイヤーを受賞している。1967年、ローバーはレーランドモーターズに買収された。 1968年、当時の親会社、レイランド・モーターズは、ブリティッシュ・モーター・ホールディングスと合併し、ブリティッシュ・レイランド・モルタル・カンパニーが設立された。同社の元には、ローバーのほかジャガー、デイムラー、MG、オースチンなど、当時のイギリスの主要自動車メーカーの大部分にあたる、10ブランドが存在していた。1970年には、 ランドローバーの発展系である高級四輪、駆動車として、レンジローバーが発売された。しかしブリティッシュレイランドでは労働葬儀の多発を背景に生産が停滞したばかりでなく、ローバーのような高級車種も含む多くのモデルの品質が甚だしく悪化し、市場からの支持を急速に失った。1975年、破産寸前となった同社は、半国営化され、 持ち株会社、ブリティッシュレイランドモルタルコーポレーションリミテッドの元に再組織された。1976年に発売された、ローバー SD1 は、斬新なデザインを備えた、アッパーミドルセダンで、ヨーロッパカーオブザイヤーを受賞したが、車格に見合う品質が伴わず、商業的には失敗作となった。1978年、持ち株会社は、BL 社と解消した。 ホンダとの提携品質の不良などにより BL 社の販売は低迷。1979年、同社は日本のホンダ技研工業との提携を行った。資本提携として、ホンダが BL 社株の20%を取得し、BL 社はホンダ英国市会社株の20%を取得した。1981年には、BL 社のトライアンフブランドから、 ホンダバラードの現地生産者がトライアンフアクレームとして発売されている。オースチンローバーグループ1982年 BL 社内の大衆車部門としてオースチンローバーグループ社が組織された。ホンダとの提携は依然として継続され、ホンダバラードをベースとした初代ローバー200が誕生した。また、オーストラリアではバズジエンジニアリングによってホンダクイントがローバークイント ホンダクイントインテグラがローバー 416i として販売された。1986年、オースチンローバーグループはローバーグループに改称し、その自動車部門はローバーカーズとなった。同年、ホンダレジェンドと同時開発されたローバー800が発売、スターリングの名称でアメリカ合衆国にも輸出された。BAE 参加1988年、 再び民営化されたローバーグループは、航空機メーカーである、ブリティッシュエアロスペースに買収され、同社参加となった。ホンダとの提携は良好な関係で継続され、1994年には、過去最高の収益を計上する見通しであった。BMW 参加1994年、突如として、ドイツの自動車会社 BMW が、ローバーグループを買収し、 経営権を得る寸前であったホンダとの提携は解消された。1999年に発売されたローバー75は BMW 主導の設計で開発されたモデルとなったが、エンジン本体のトラブル、そして劣悪な整備性に伴う高額な維持費などの問題が発生した。 2000年までの6年間に及んだ BMW によるローバーグループの経営は全く悲惨な状況であった。2000年、BMW はローバーグループを分割、ローバー部門はイギリスの投資グループ、フェニックス・コンソーシアムにわずか10ポンドで売却した。ランドローバー部門はフォードモーターに売却され、ローバー、ミニ、ライレー、トライアンフのブランド名は、 BMW が引き続き保有した。ローバー部門を買収したフェニックスコンソーシアムは同年同部門を MG ローバーグループと解消するとともに MG ブランドの充実を図った。2003年にはインドのタタモーターズと技術、資本提携した。タタの小型車インディカをローバーシティローバーとして輸入販売するなどし2004年には自動車、 製造100周年、ローバー類形成三台数は500万台達成を祝賀した。しかしながら、シティローバーは完成度が低く、75以外のローバー各社の基本設計は1990年代以前のホンダと提携していた時代のままで旧体化と陳腐化が著しく、経営は低迷した。2005年4月、前年から続いていた MG ローバーと中国の 上海擬車集団との業務提携協議が決裂。MG ローバーはイギリス政府破産管財人の管理下に置かれた。同年7月、MG ローバーは MG ブランドの知的財産権と資産、工場等を含む会社本体を中国の南京擬車に売却した。2006年8月、BMW がローバーブランドを 上海汽車に売却することで合意したと報じられたが、ランドローバー買収時にローバーブランドに関する優先権も獲得していたフォードが売却に拒否権を行使したため不成立に終わった。フォードは9月には優先買収権利を行使して、ローバーブランドを BMW より買収した。ローバー社本体、資産とローバーブランドが離散したことにより、 これをもってローバーは事実上消滅した。ローバーブランドの買収に失敗した上海議社は、ローバー75などの一部知的所有権と生産設備を買い取り、境750と称して中国国内で製造を2006年から販売している。2008年3月、フォードはローバーとデイムラーの商標を含むジャガーとランドローバーを インドのタタモーターズに23億ドルで売却した。現在、ローバーの商標権は、同社が所有しているが、ローバーの名称を冠する、自動車は製造、販売されていない。ローバーグループの解体以降、同社製乗用車の日本への正規輸入、販売は中止されていた。2003年7月、オートトレーディングルフトジャパンが日本における、MG ローバーの正規輸入。 販売者となり、ディーラーも MG ローバー日本を開業したものの、MG ローバー社経営破綻に伴いその事業は終了した。1942年にロールスロイスへ事業譲とされた。トライアンフは1936年時点で四輪部門と二輪部門が分離されて別会社となり、商標権も分離されている。MG ローバー解体、奈落の底へレスポンス。 ありがとうございます。